突然ね背中にグッって力がかかったんです。フッって言った瞬間に膝から崩れてバタンってうつ伏せに倒れちゃった。うっと思って見ると自分の左足からダクダク血が出てるんですって。なんかぶつけたわけじゃないんですよ。でそれがどん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 血だまりが出てきて、で立とうと思うんだけど立てないわけですよ。要は一昨日座ってたじいちゃんの写真があるんですって。うん。だあれこのじいちゃんってみんなで指さしてたら、そのまあおばさんが何どうしたのっていうか、一昨日このじいちゃんいたよねって言ったら、いないわよって言われて、でまあ聞いたら、いやもう そのおばあちゃんの連れ合いなんだけども、もう何年も前に亡くなってるのよって言われて、おばあちゃんいるんですって。しかも傘もささずにこうやって歩いてるから、あれと思って、で後ろからスッと近づきながら、おはようございます、おばあちゃんおはよう、おはようございますって言うんだけど返事がないんですって。あれと思って濡れちゃうしなって、おばあちゃん雨降ってんだけど大丈夫って言って降ってみたら、顔のとこがね何にもないんですって。で機材変えてカメラ変えて、で要は残りの本数を撮るっていうので、また場所を移して他のところで同じように撮ってたんですね。たらまたノイズが入るんですって。あれカメラ変えたはずなのにおかしいなと思って、それで、もう一回その要は終わった時点でパソコンに入れて会ってみて早送りすると同じようにまた模様が出てくるんですって。え母ちゃん何、いやもうすぐ着くから、え何たまたまこっち来てんのって言うと、こっち来てんじゃないよ、あんたのために行ってんだよって言うんです。なんでって言うと、いやだってさっき電話あったよって、なんかね、あの女の人から車の調子がおかしくなってきてるから、今運転してるんで私の方から連絡したんですけど、あのセブンイレブンまで迎えに来てもらえますかって。だから今って言ってるうちにライトが見えてお母さん来たんです。